お世話になります。一人でございます。第4世代ダイヤモンドパールの謎の場所バグは有名すぎて今でもやってる人は多いかと思います。特に最近の謎の場所みたいな社会状況では手を染める人は数知れないでしょう。私も最近別の動画でやったのですが、その際にネットで謎の場所は空を飛ぶと穴抜けの紐で脱出できるというのを見たんですよね。こんな感じで意外と謎の場所から脱出する方法はあるんです。ということで今回は謎の場所を恐れている方々のためにネット上の様々な脱出方法を実際にできるのか検証していきたいと思います。検証の前にまず一つ注意点があります。謎の場所バグは未知な部分があり、今回の動画の検証で起きたことはどのロムでも確実に共通して同じ現象が起きるとは限りません。やる際はあくまでも自己責任でお願いいたします。まず脱出の方法の基本は当然レポートしておくということですね。一応これもまずできるか試してみましょう。ここでレポートを書いていきますと、はいでレポートを書いていきます。書き込んでいます。電源を切らないでください。いつも通りのやつですね。ここのポケモンリーグの入る前のとこでやっておきますと、やっていきます。それではいきますよ。先に進んでいきまして、レッツゴーっていう感じなんですが、はい、ここで1個目のとこに来ましたと。そしたらここで、波乗りですね。ここで、波乗りを使うということでございまして、使えるかな。はい、来ました。当たり前のように使えてるからね、これも受けてるんだけど、あ、これで、まあ適当に動いてみましょうか。まあとりあえずここで、まあどっか適当に左にでも行ってみましょうか。適当に遊んでみましょう。これで、あ、待って待って、はもう詰まった。マジか、もう動けねえ。マジ早えだろおい。もうちょっと探索したかったのに。完全に終わったね。じゃあこれでちょっと一回消してみましょうか。はい、じゃあこれで消すと、はいで再起動しますと、はい、ちゃんと大丈夫ですね。さすがに壊れてはいないですかね。この段階では一応ここから始められるということで大丈夫ですかね。さすがに大丈夫だと思うんだけどな。これはちゃんと普通に、はい、始めていきましょう。どうかな。あ、ちゃんと戻ってますね。しっかりなんかバグとかも起こってない状況なんで、このとりあえずレポートして、やるということはまず第一の安全策ということで、脱出できるということでございます。で次の脱出方法は意外と知らない方はもういらっしゃるかと思うんですが、普通にこの扉に戻ってくるということですね。まあこれちょっと分かりにくいと思うんで実際にやってみましょう。どういうことかというと、例えばここで、普通に波乗り使ってまずは入りますよね。これと逆のことをするということですね。つまりここで例えばここ入って、陸地に降りて、で例えばこうになんか適当に行ってみて、それでもう一回こっちに戻ってですね、それでここのとこでまた戻ってきたとこで、波乗りをすることで、はい、ここで波乗りをしますと、そうすると、ここでちゃんと波乗りできまして、ちゃんとここに戻ることができるんですよね。ですので例えばレポートとか書き忘れちゃったっていう時とかに、まあ、便利な方法かと思います。まあこれ意外と知らない人いるんじゃないかなと思います。ただこれ私さっき試したんですけど、結構右側に例えば歩数を何百歩といって、それでまた何百歩って同じ数だけ戻ってもここに戻ってこれないんですよね。それは仕組みどうなってるかよくわかんないですけど、そういうこともありますので、結構歩数いっちゃったなと思ったらもうそれ戻っても多分ね取り返しつかないので、そこは注意が必要ですね。はい、で次の脱出方法は冒頭で挙げた空を飛ぶでございます。これは寿シティやその後の花畑と表示されるとこに行って空を飛ぶを使えば脱出できるとのことです。でこれどうやっていくかと言いますと、この四天王のこの外周というか建物のこの周りを回って、それで左上あたりに行けば、行けるらしいですね。そういうことをなんかちょっとネットで調べたら書いてありました。結構調べないと出てこないですけど、あ、来ましたね。その花畑だけちょっと全然言えてないけど、すごいっすね。音楽がめちゃめちゃいいっすね。めちゃめちゃこの場所に似つかわしくない音楽でございますと、これが表示されるところに来たらできるらしいですね、空を飛ぶ。はい、じゃあやっていきましょうか。あ、使えないっすね。普通にここでは使えませんが出ましたよ。フェリッパーさん、あんた無能ですね。できないじゃんってことは嘘。まあ、とりあえずこれでずっとこれ奥行けば寿シティみたいなとこ行けるんですよね。それではい、なんか変な音して怖いけど先に行きますと、はい、その後の旗畑っつっちゃうな。まあいいや、来まして、謎の場所また来まして、でどんどん先に行くと、これ一回やってるんです。あ、テレビ寿。ここは一応寿シティではないらしいですね。一応寿っていう書いてありますけど、寿シティ扱いではないらしいですね。一応謎の場所と。で確か私さっき気づいたんですけど、なんかここでもなんか自転車に乗れるところと乗れないところがあるんですよね。ここは乗れるじゃないですか。で降りれて、なんか乗れないところありましたね、自転車。てか BGM もちゃんと自転車乗った時は音変わるんですよね、しっかり。結構この先かな。まだ行く？こんな行った記憶ないんだけども。あ、もうここで使ってみる。あ、ここ使いましたね。普通に自転車使えないとこあったんだよな。全然それじゃあ、来ました。寿シティ来ましたね。行けますかね、これで。はい、これで見てみまして。はい、空と。あ、行けた行けた。あ、でもこれ、あ、そうだそうだ。これもネット上に書いてあったんですけど、見えないんですよね。主人公がいないんで、なんか適当に十字キーを押してるとなんか出てくるとか、出てこないとか、そんな話を聞きました。出てくるかな？十字キーを適当に押してると出てくるとか、出てこないとか、なんかそんなこと言ってましたけど。何このほのぼのした音楽の中で。あー、来ました来ました来ました出てきました。マジか、これウケるなマジで。じゃあどっかなぎさシティでも行ってみる？待って、あ、行けるんかい。これは普通に行けるんすね。マジか、行けましたねちゃんと。あー、普通に来れた。マジか、普通に余裕で来ましたね。バグとかもないっすね。特に普通にこいつに話しかけても別に大丈夫っすね。余裕っすね。そんな感じでございますと。ですから結論としては、寿シティでは空飛ぶ使えるけど、その後の花畑では一応使えないっていう感じですかね。なんかその後の花畑は別のとこだとできる可能性もあるので、これ1個目のその後の花畑で別のとこでやってみましょうか。1個目のその後の花畑、はい、2個目のその後の花畑っつっちゃうな、言えないねこれ、滑舌上。これ空飛ぶ使って、あ、使えないか。で、最後の脱出方法は穴抜けの紐でございます。これは戻りの洞窟と表示されるところに行って、先ほどありましたね、そこで穴抜けの紐を使うことで脱出できるみたいです。まあこの方法は穴を掘るでも代用できるらしいですね。波乗り使っていきまして、こっちの左奥ですね。あー、ミスった。来ないっすね。あ、戻りの洞窟来ましたね。ここで穴抜けの紐を使うと。ちなみにここで普通使えないらしいですね。穴抜けの紐は通常のマップで使うことはできないらしいです。ですがこの謎の場所ではどうやら穴抜けの紐は機能するとのことで、使ってみましょう。使うと、あ、使えた使えた。普通に来ましたね。どうなんだ、どこに行くんだこれ。はい、来まして、どうなんだ、あ、ここに来んのポケモンリーグに来るんだすげえな、謎のこのつながりですね。まあなんかちょっと反応に困るような感じにはなりましたね。まあとりあえず戻りの洞窟では穴抜けの紐が使えるということですね。ということで検証やってきましたが、今回ご紹介した脱出方法はほとんど全部実際に使えましたね。唯一できなかったのはその後の花畑での空を飛ぶですかね。でも空を飛ぶとか穴抜けの紐とか基本使うような場面がその謎の場所では限られているので、実用的なのはやはり王道のレポートだけだと思います。あと今回ご紹介した以外にもプロアクションリプレイとかでも脱出できる可能性はあるみたいですが、これはいわゆる改造なのであんまおすすめはしないですね。ちなみに今現在は修復プログラムとかもないので、公式からサポートを受けたりして謎の場所から脱出するってことは不可能みたいですね。ということで今回思ったのは、穴抜けの紐と空を飛ぶができるなら謎の場所にも空と大地が広がっているんだね。戻りの洞窟また来たよ。寿シティまた来ましたね。戻りの洞窟、ここ戻りの洞窟と寿シティばっかかよずっと続くんだけど、これが謎の場所寿シティ、あ、そういうことになって、謎の場所も寿シティ、寿シティばっかだな。謎の場所、この左上は寿シティと謎の場所と戻りの洞窟がこう連続して続いてるって感じですかね。あ、そうなんだ、面白いな、これはこれで。あ、バグったバグったずっと今下十字キーを押してるんですけど、あ、すげえ、これずっと永遠にこうなる。これ下しか押してないんですよ。なのに上に行っちゃうんですよねこれなんだこれ、急に怒ったぞ。ずっと下十字キーを押してるとなぜか上に行っちゃうっていうね。その後の花畑のこの境目のとこですね。でここでちなみに使えないんですよね。博士の言葉小次郎、こういうものには使い時があるぞということで、ここで自転車は使えないんですよね。それ不思議なことですね。ここでは使えないと。でも他のとこでは意外とここ出たら使えるみたいな感じですかね。あ、でもここも使えないんだ。今ここの音楽変わりまして、ここはなんだ、場所わかんないですけど、私一応ここでも使えないと。だから場所によってね、使えるとこと使えないとこあるんですよね、自転車もやっぱり。